スワビュークストゥンは、トルコ共和国の女優。テレビドラマ、オスマン帝国、皇帝たちの夜明けなどで知られる。ミマール水難芸術大学卒、トルコ共和国のイスタンブールにて誕生した。私立ゼルデウッシュ学校に通い、その後、イスタンブールにあるミマール水難芸術大学で、カスタムデザインやセット装飾などを学んだ。ビュークストゥンは、学士号を取得後、 いくつかのテレビコマーシャルでモデルとして活動2003年テレビシリーズサルタンマッカームで女優デビューを飾った2004年にはグーリーザーで映画デビューした2005年人気テレビシリーズボダイジュの家において国際的に著名となる特にトルコ世界東ヨーロッパアラブ世界で顕著である2007年テレビシリーズアッシュには アースイ役で主演した。2010年のニューヨークタイムズ氏による世界で最もセクシーな女性100人のリストに載った。2014年にはトルコのユニセフ協会大使に任命される。2011年テレビシリーズゴンルセレンで共演している俳優のオヌルサイラクオーナー、セイロックトッパリで結婚したが2017年に離婚した。ありがとうございます。